ひろさん、おはようございます。おはようございます。早いですね。そうね、今日もドライブチャットという形で、うん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。基本的にあの前回 TikTok クリエイティブアワードに向かうような流れで、うんうん、僕がいくつか質問させていただいたと思うんですけど、ああいう感じで質問させていただきます。そしてですね、今日はあの抜き打ちでちょっとカバンチェックをさせていただきます。カバン…なのでちょっとっていうか、あ、スターってさ、はい、あ、うん、カバンとか持ってない。本日はどちらに向かわれてるんですか？もうね、本当にそれはもうなかなかわからない連れて行かれるまま、飛行機に乗るか乗らないかだけはチェックしてるんですけど、どこに行くのかな。じゃあ今日もいくつかご質問させていただきます。いや、本当になんか私は思うんだけど、はい、質問が上手。あ、本当ですか、うん、あ、面白いよって言われてて、はい、なんかこういうグダグダした移動時間とかっていうのの動画ってすごく面白いって皆さんから言われて、はい、私思うんだけど、質問力だと思う。上手だね。ありがとうございます。徹夜で考えましたディア、もう降ってきたから、すいません、面白くない言葉で、もう本当にメロディーと歌詞が降ってきたから、クリスマスまでには間に合うようにって、そんなのあんまりない体験なので、それもまた素敵な歌詞だなと思ったから。あー、もうそんなのいっぱいあるな。もうダメ出し何回食らっただろうと思うからね。ダメ出し食らうんですか？いやー、ダメ出しだらけ。もう昔はやっぱり書き方もわかんないし、だからすごく難しくって、それこそロマンスの神様とかゲレンデが解けるほど恋したいとか、何回書き直したかわかんない。すっごく時間かかりました。映画見れないの？え、衝撃の事実。衝撃でしょ。ネットフリックスとか、はい、ああいうのはあのちゃんと登録してるの。今ようやくよかったなと思ってんだけど、私ね、映画館に行けないの。音、その通り。音を全部記憶してしまうので、あの最初のテーマソングがもう身になりそっからしてしまって、なんだかわかんない。なんだかわからなくて気持ちが悪くなっちゃって、映画館にじーっとしてられないの。音がもう回っちゃって、何の物語だかわかんないわけ。もうなんかよくわかんないわけ、音が回っちゃって。でもサブスクだとさ、自分で5分見て、あ、耳鳴りしたと思ったらそこで停止できるじゃない。停止しながらしか見れないから映画が見れない今日のサビ本は言われた。本は大好きなの。だから静かでしょ本と美術館。もう本当、そうその通り。これ今何をやられてるの？これね、宿題があってね、私ね、コーミサーティスっていうベストアルバムが出るので、それのなんか豪華版というのには直筆サインがつくので。ちなみに何枚ぐらいこれ書かないといけないんですか？500枚ぐらい。500枚。500、ありがたいよね。500人もの方にその CD を、記念版。ルッサは何をしている時が一番幸せですか？いや、もうこうやってみんなとか、今最高幸せだよ。何これ、この状況、スターでしょ僕も幸せです、うん、もう仕事してる時って仕事と思ってないし、あ、間違っちゃったじゃん、ここ何これ、コーミーどなたに行くでしょうか、この辺で、たくさんいるよ、たくさんいる。セリヌ・ディオン、アリアナ・グランデ、ジャスティン・ビーバー、ブルーノ・マーズ、いいよね。いいですね。いいですよね。曲歌ってほしいし、攻めていこうと思う。出てこないでほしい。広瀬さんらしい。愛のある。愛のある。もう本当才能のある人いっぱいいるじゃない。分かってんだよ。もうどうか出てこないでほしいね。だけどでも世の中のタイミングってあるから、力を持って努力している人、才能があって努力している人って
たくさんいると思うの。だけどなんかこう行かない人っていると思うので、たまたま私はその時代と巡り合った人とのタイミングでバーンと行ったんだと思うんですよね。だからこのパーンっていうのを出てこないみんなに、ね、皆さんにねアドバイスになっちゃうかもしれないけど、諦めないで打ち続けるしかないよね。本当はだけど自分のセンスと能力と信じている努力もしているのであれば諦めない、いつか来るタイミングが、ホームランのタイミングが絶対みんな誰かが探してくれてると思う。カットしてもいいよここで30年経った今も第一線で超多忙を極める広瀬コーヒーの抜き打ちカバンチェックをさせていただいてもよろしいでしょうか。いや笑っちゃうっていうかダメかも。 NG ですか。リュックをずっと持ってます。なぜならピアノ弾くのでちょっと手に負担かからないようにリュックこれに入れています。恥ずかしい。よく見るやつやるの、ちょっと笑うと思うよ、ごめんね、イメージが朝だからちょっとコーヒー入れてきてるんですけど、あのコーヒー以外に、昼過ぎたらもうコーヒー飲まないので、ごぼう茶とかおさゆとか、これはおやつ、お腹空いた時にナッツ、今ちょっとこれにハマってんの。次はOK かどうかわかんない。これはあの文房具、文房具っていうかあの携帯の充電器ね、タブレットのペンシルとか、あとは万年筆、ちょっと鈴が鳴ってんのはあのこれもキティ化粧ポーチ OK かな、これ本当に。私ほらスターだからさ、あの化粧とかしなくてもお化粧ってしてもらえるじゃない、リップなんかハンドクリームももらったやつ、試供品、あの宝石っていうかジュエリー、気分転換で私はマリオだと思ってんの自分のこと、もうマリオのようにいつも元気にどんどんやるんだと。あとは最後はメガネ、これね今お気に入りなの。なんで気に入ったかっていうとね、これにマスクをして帽子かぶって歩いてんの。スターだからさ、ダメだね、バレるねどうぞ行かないの、一緒に行こうよ。じゃあねー。